おはようございます。スピリチュアル TV 朝始まりました。10月の26日金曜日、富田香音でございます。おはようございます。今日はいつもだったらば浜名湖の、堀優子さん、ゆっこさんが担当の日なんですが、ゆっこさん昨日、ヤンパラジオさんのイベントに参加なさって東京に、お泊まりでございますので、私が急遽代理でやってまいりました。2回目の朝でございますが、よろしくお願いいたします。今日東京地方、大田区地区は、すごい晴れで雲一つない晴天でございます。本当に、涼しいというのから寒いっていう朝を感じています。皆さんの地方はいかがだったでしょうか。で、私の方も、朝起きてからなんか顔が緊張してるな、こわばってるなっていうのがあって、 お風呂とかにねちょっと朝から入ってみました。するとあったかいんですね。うちのお風呂は家族が両親と住んでいるんですけども、24時間風呂でやっていて、朝から、朝でもいつでも入れるようになって、ゆっくり入るとすごく幸せって思ったんですね。幸せって思ったってことは、体が寒いっていうので緊張してるんだなぁなんていうことを、感じながらお風呂に入ってみました。本当に日々だんだんね寒くなっていくっていうのをすごく感じます。ちょっと私がごちゃごちゃやっておりますが、これを食べればいいかな。はい、すいません。よいしょ。私も、昨日おとといとヤンパラ二郎さんのイベントに参加してきました。もうものすごくイケメンで、とても見ていて、なんだろう、爽やかな好青年なんですね。嫌味が全然ないような爽やかな、お兄さんで見ていたいっていうような感じがしました。ヤンタラジロさん、こんな、もうちょっとしたか、ツイッターが合わないかな。こんなフライヤーがあるんですけどね。水曜日の日は、話し会があって、ヤンタラジロさんがどんなことが、どんな風にして、そういう能力を身につけたかとか、そんなお話とか、うちにもいるそうなんですけど、アルクトゥルスという宇宙人、3人うちにはいるそうです。ちょっとその辺で3人、なんか今日は一緒にサポートしてくれながら、見てくれてるんじゃないかなと思いますけれども、やたらジロさんもすごくアルクトゥルスとの、つながりが深い方で、今の平和な時期にすごくサポートをしてくださる宇宙人だそうです。なんかね、3人セットでね、いるそうです。3人、6人、9人みたいな、3人ずつで、いろいろいるということをおっしゃってました。で、昨日はですね、本当は行ける予定ではなかったんですけども、テリーさんが今関西の方をずっと回ってらっしゃって、神戸に今は滞在してらっしゃるそうです。で、テリーさんが行けなくなったということで、はい、テリーさん今日も連絡了解いたしました。テリーさんが行けなくなってしまったということで、私が急遽、カノン特派員として、昨日のイベントにも参加させていただきました。音楽会で、ヤンタラジロさんが歌ったり、あとクリスタルボールの演奏で、水曜日の方は2つのすごく綺麗な、本当に綺麗なね、もう光に当てると七色になるという、アルケミーっていうのかな、でのクリスタルボール、本当にいい音でしたね。それを奏でてくださったんですけども、昨日は7つを使って、7つのクリスタルボール、いろんな大小いろんなクリスタルボールを使って、ゆったりと聞
きながら、癒される時間を持たせていただきました。それで、最後の方は踊ったりとかね、みんな自由に手を広げてとか、踊ったり立ち上がってね、歩き回って好きなところ行って、自分の好きなように、会場が広い、とても広い、オリンピックセンターという東京の代々木の方にあるんですけども、そこに、そこで好きなように動いて、みんななんかニコニコね、笑顔でね、とてもいい場ができていたようです。その中で、なんだっけな、ラーハーラーハーモニーブラッシングカラーオブレインボーエンドレインボー、そんなねやつをみんなで繰り返しやってたんですね。はい、ラーハーモニーブラッシングカラーレインボーって、ね、みんなでずーっと、繰り返し繰り返し歌うんですね。そんな CD、 そんな曲が入ってる、CD を2枚組なんですけど、思わずゲットしてしまいました。そしてこちらにはね、サインもしてもらいました。カノンちゃん、トゥーカノン、やんたらってハートマークが書いてありますね。それで嬉しくなっちゃうんですね。とても、綺麗な、やたらなんか、映っております。それで、普通クリスタルボールって、ウィーンって回すのが多いんですけども、ジローさんの場合はなんかね、不思議な回し方をして、奏で方、私は、あんまり、そういう、ま、奏で方は見たことないんですけど、こう持って、こう持って、なんか、こう、弓みたいな感じで、縦横無尽になんかね、優しく、ホールドして、こう、奏でられるんですね。すごく素敵でした。というイベント、ヤンタラジローさんのイベントに参加して、見ました。CD もう一回見ましょうかね。見えるかしら。トゥーカノンちゃんって書いてあるんですね。ちゃんはないか。トゥーカノンって書いてあります。はい。そうですね。また土日にも、ヤンタラジローさんのワークショップがあるそうです。まだ、行けるのかな、ちょっとわかりませんけども。もしご興味がある方は、行ってみてください。グループ&個人ヒーリングセッション。っていうのがあるそうです。昨日は宇宙の音楽会で、おとといがヤンタラジロー氏を囲むお話し会っていう、もう一回じゃん、ちょっとボケてるから、どうぞ。この三角の印がアルクトゥルスのマークだと思いましたか。なんていう、私は別にヤンタラジローさんいっぱい宣伝宣伝ですかね。あまりによかった。アルクトゥルス星のあなたの可能性を広げますという広がったでしょうか、カノンちゃんは。こんなね、素敵なんですよ。あ、スティッカムが、私固まった。私の映像が固まったのか。ちょっと一回。動いてますよ。ビデオオンしてみましょうかね。あ、大丈夫、動いてますよ。だんだん2回目で慣れてきたような気がします。はーい、動きましたか。大丈夫。はい、そういう無限の音というシーンを撮ってきました。それで、あとはこういう、止まって、もしかして。大丈夫か。こういうポストカード、これも綺麗ですね。こちらのか、こちらのか、もうね、見てるだけでね、とても
波動が上がっていくという気がします。よかったらあの Facebook かやんたらじろうで検索すると、やんたらじろうさんの日本のサイト、日本語のサイトがありますので、よかったらご覧になってください。というやんたらじろうさんのお話でございました。聖なる言葉ということで、聖なる言葉ということで、一つ読み物をやってみようかなと思います。私もマスターゲートさんのところのお勉強参加して、韓国この間ね行ってまいりました。ゆっこさんやひなここさんやハニエさんね、あと皆さんまるちゃんとかいろんなみんなで行ってきました。その時に、ミルさんという悟った方がいらっしゃって、すごい朝からねアワビのおかゆとかね、まあ、それは前の日にアワビとか皆さんがパーティーしてくださって、その時に食べきれなかったね、あまりの量が多かったので、その、アワビで作ったおかゆとかね、すごく美味しい朝ごはんを作ってくださる管理人をしてらっしゃる、ミルオッパーですね、ミルさんのレッスンっていうか朝お勉強してくださった時に教えてくれたものなんですけども、それを読んでみようと思います。はい、皆さんおはようございます。KKY さん、倉田ダーさん、おひさん、かのんちゃん、私、チョコリンコさん、レーナさん、おはようございます。ありがとうございます。はい、では自分への愛というものを読んでみたいと思います。もしよかったらちょっとなんか、いろいろ体を感じるものがあるので、よかったら一緒になんか感じていただけたらと思います。それではミルさんの体の愛し方、愛を一度してみましょうか。朝ぐっすり休んでいた肉体が徐々に目を覚ます。横になったままぐーっと伸びをしてから、手も指もゆっくり動かしてみて、足の指もゆっくり動かしてみて、膝も立ててみて、背筋も左右によじって、左右に動かしてみて、髪の毛、両方の目、耳と鼻、口と首、五臓六腑の身体部位、脊椎、腕、足、私のすべての感覚器官に、みんなよく寝たかい？今日一日、私が君たちに愛と楽しみのあふれる一日を作ってあげるからね。今日一日もよろしく頼むよ、と柔らかく愛のあふれる声で囁いて、手のひらで頭から足の先まで軽くさすってマッサージしてあげる。例えば、手を目に置いて、目や愛してるよ、よく寝たかい、今日も美しい世界を見るようにしてくれるかい、耳やおはよう、十分に休んだかい、君を通して今日も美しい音が聞けるようね、という方法で頭から足の先までこのように騙すのにかかる時間は10分から20分ほどあれば十分だ。体の中で特別に良くないところがあるなら、もう少し気を使ってあげる。かのんちゃんの胃袋くん、いつもいっぱい食べてくれてありがとう、みたいな感じでしょうか。これ、ひなここさんもね、前にちょっと読んでくださったことありましたね。とても良いことだと思うので、やってみればと思います。そして、夕方、帰宅後、シャワー時間を活用すればとても良い。その時間はすっぱだかで、私が私に会える時間であり、私の体を隅々まで観察して面倒を見ることができる。例えば、
方法は朝と似たようにしてコメントだけ少し変えてあげればよい。手や、シャワータオルを石鹸を泡立てて体をマッサージするのだ。皆さんがいつもしているお風呂の入り方と少しも違わない。違うところがあるとするなら、私が私の手を通して私を愛する心を体に伝えることだ。例えば、足や今日一日君のおかげでたくさんのところに通うことができたんだ。本当にありがたいよ。私がきれいに洗ってあげるから、一日の疲れを解いてごらん。足やどこか凝り固まったところはないかい。今日はご苦労様だったね。ありがとう。という。このように一日中苦労した私の体をねぎらってあげる時間を作って、私と体との対話をするのである。趣旨にて、寝床に横たわり、軽いストレッチングをしながら、今日一日私の体が健康であったことに感謝する思いで、君の苦労のおかげで、私が本当今日たくさんの経験をして楽しく幸せだったよ。ありがとう。明日の朝、元気な姿でまた会おう。ゆっくりお休み。愛してるよ。と、囁いてあげる。愛する恋人にするように、父、母が子供にするように、私が私に私を通して愛を与えるのだ。はじめはわざとらしくて不自然でありぎこちないが、何日かすればとても自然になる。私たちは見て、聞いて、匂いを嗅いで、話してという、慣れているので直接口を通して言い、耳で聞き、手と心を通して感じ、直接な表現をするのだ。この文章を書きながら、体への愛を始めた最初の日が思い出されます。裸になった体をあちこち触って愛して話をしていて、身の毛がよだったりもして、2日ほど経ってから私は私自らに驚いたのです。私が私を撫でて私を愛するのに、こんな不自然さとぎこちなさがあるということに、誰かのために誰かを愛して、誰かとスキンシップをするときには、胸までワクワクしてときめいて喜んだのに、いざ私が私のために私を愛して、あるのに、こみ上げてくるこんな気まずさがあるというのは、それほど私が私に関心があったという話になるじゃないですか。いつも私以外のものに視線を置いて、誰かにきちんと見られるために、あるいは認可を得るために考えて行動して管理する私が見えました。そこの抜けた亀に水を注ぐように、相対的な不足と劣等感で、またはあらゆる望みで、時には目標、希望という単語で、のべつ幕なしに前へのみ走るように、無知で打っているのですね。体はあらゆるストレスと過労で慢性疲労に苦しんでいるのです。体はあらゆるストレスと過労で慢性疲労に苦しんでいるんです。本当に世の中にただ一つしかなく、世の中で唯一私の思い通りにできる、私が願う現実的な望みを成してくれる、私の唯一のパートナー。そんな私の体に対してあまりにも無関心でした。すぐ隣の周りの人たちが私に対して無関心ならば、寂しかったりするのに、私は私の体に本当に純粋に他の理由や望みもなく関心を持ったことがなかったのですね。いつも私の望みのために、苦しくても辛くても私の思い通りに動いてくれる私の体。どれほど感謝し、
ありがたかったことが。本当にすまなくて、申し訳なくて。シャワーをしている途中に、つい、わーわー泣いてしまいました。生きて、息をしているとき、大事にしてあげるべきですよね。では、今日から皆さんも、私と一緒に、私が私を通して、私を愛する、自分への愛を始めてご覧になりませんか。という、ミルさんからの、マスターゲートさんとかもね、で、修行してらっしゃるミルさんからのワークでございました。ありがとうございます。本当に自分の体、よく歩いてきたねーとかね、今日一日ご苦労様でした。今は朝だから、朝気持ちいい朝ですね、いっぱい気持ちいい空気吸いましょうかねーなんてね、外を見ながら深呼吸するのもいいんじゃないかなと思います。さあ、いっぱい来てくださいましたね。おはようございます。今日は、ゆっこさんが、昨日やたらじろさんのイベントに参加されてお休み、ちょっとね、ネット環境がどうなるかわからないということで、かのんちゃん、1時間でいいからちょっとやってって、くださったので、ありがたく答えさせていただきました。よろしくお願いします。ミルさんのお話をしたところで、では、私と見たかのんは、コスモボイスヒーリングというのをさせていただいています。その他にも、霊気ヒーリングやシートヒーリングとか、まあ、いろんなことをやっているのですが、今は、コスモボイスヒーリング、観音鏡、ヒーリングというので、まあ、そういういろんなのを混ぜながらやってます。ので、朝の一曲を歌わせていただこうかなと思います。それでは、今日の皆さんへのコスモボイス、アルクトゥルスさん、うちに3人いるそうなので、アルクトゥルスさんちょっとね、私の部屋の入り口から真ん中辺にの方、今はこっち見てる方にですけども、3人で並んでいてくれるそうです。その人たちと一緒につながりながら、皆さんへの朝のメッセージソングを歌わせていただきます。ミルさんのメッセージと同じような感じだと思います。伸ばして、自分の体を伸ばして、伸ばして。ゆっくり深呼吸しながら、伸ばして、伸ばして。自分の肉体から、そして肉体を離れて、体の外、自分の大きさを感じる。そんなことをしてみてくださいというメッセージでございました。さあ、それでは、もう、8時15分ですね。それでは、じゃあ皆さんに今日も、カードを引きながらコスモボイスで、ヒーリング、ありがとうございます。
をさせていただこうと思います。よかったら、やりたい方、エントリーしていただければと思います。よろしくお願いします。はい。ピーママさんからですね。そう。じゃあ、ピーママさんへのカード。カードね、何個かあるんですけれども、今日は、ドルフィーニ&マーメイドカードがピーママさんには読んでるような気がします。こちらですね。じゃあ、ピーママさんに1枚いきましょう。モーニングアファメーション。こちらのカード、来てまーす。モーニング。では、こちらのカードからの、カスモバイスヒーリングさせていただきます。ピーママさんへ。The seas consistent and gagged turtles were both identity. When the turtle is called to pass its door, that thing was to die. When the snake is also gone, obstacles appear to us for quite a time. Their doors appear by their side in time. And don't call me home.皆さん気持ちよく伸びをしているようなカードですね。夢が現実になるように朝ポジティブなアファメーションを行いましょう。朝一日ね、始まるときにやっぱり伸びをするように、そして自分のなりたい自分を自分の体に言葉を持って教えてあげるっていうのはいいんじゃないかなと思います。どうぞやってみてください。はい、あ、おひさんありがとうございます。いつもありがとうございます。皆さん見れました。次、しょうこさんですね。しょうこさんへは、あ、アセンデッドマスターカードからいきます。こちらのカードですね。はい、ではしょうこさんへのメッセージカード、飛び出してきたの。はい。エルモリアのカードです。こちらのエルモリアとつながって、ショートさんへコスモを覚えさせていただきます。エルモリアさんから、エネルギーをクリアにして保護するというメッセージです。何か、ぜひ、お水を朝飲むときでも、お水を飲みながら、ああ、これで体の中きれいになるな、みたいなことを想像しながら、お飲みになるといいんじゃないかなと思います。よかったらやってみてください。YS さんですかね。ちょっと、はい、YS さんは、
させていただきまーす。はい。お兄さんは手に持ってました。こちら。ポン。なんだっけ。大天使カードですね。大天使カードから引かせていただきます。ハニエルさんですね。木曜担当のハニエルさんとハニエルさんですね。じゃあ大天使ハニエルさんとつながって、こちらのボイスリリースさせていただきます。アリエルさんからのメッセージが、とてもワイさんはエネルギーや感情に対してとても敏感になってます。自分自身を大切にするのはもちろん、自分の気持ちも大切にしてあげましょうというメッセージでした。何かね、こんな自然を感じるところ、お花とかね、何か自然のものと触れ合うような機会を作って差し上げてください。という、大天使カードでした。はい、それでは、レイナさんですね。で、レイナさんも、大天使カードからいきます。リクエストじゃなくて、勝手にこの人はこの人みたいな感じで、カードを私が選ばせてもらってます。よろしくお願いします。ではレイナさんに向けても1枚引いてみましょう。レイナさん、こちらはジョフィーですね。またダインなんだっけ。 Clear your space ですね。大天使ジョフィエルです。ではレイナさんにコスモボイスさせていただきます。とても忙しく、お忙しく、働いていらっしゃる
そっちに追われてしまって、自分の身の回りのことやったら、何かやることがちょっとおろそかになっているという。ちゃんとね、お仕事ですね、やることやらなきゃいけないので、そちらの方もね、大変だと思いますけども、ちょっと深呼吸して一息、ふうという自分の、一息する時間、自分だけの時間、夜遅くまでになる。スカイプとか、あそこでないで、どこか、そうだな。10分ぐらいでもいいので、お風呂入ってる時間でもいいですよね。何か自分のスペース、私だけの時間というのを作ってあげてください。というカードでした。ありがとうございます。はい、それでは次は、チョコリンクさんですね。チョコリンコさんはマーメイドカードからいきたいしよう。チョコリンコさんへのメッセージカード。こちらのカードが来ました。自分の価値というではこちらのカードをマーメイドカードにもらってメッセージさせていただきます。ふぅー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 の価値を上げるという感じですね。自己評価を何か上げるようなこと、ね、自己評価ってね難しいっていうかね、ちょっと私なんていやいやいやついなりがちになってしまいますけど、キノハニエルさんが天使のハニエル、天使じゃない、月曜日、違う、木曜日担当のハニエルさんが、自分って尊いものなんだっていうね、ヤンサラジロさんのワークに参加されて、なんて尊いんだっていうことを、改めて感じたっておっしゃってましたけども、何か、あ、私ってすごい。あ、もう本当に日常のことでもいいから、お皿洗って、あ、私ってすごい。こんな綺麗でしょ。解き洗いたわとかね、そんな簡単なことでもいいから、よかったら、あ、それこそ今日一日こんないっぱい歩いちゃったわとかね、そんなのも、そんなことでね、自分を自己評価を上げてみてください。ありがとうございました。はい、はい、それではチョコリンボーさんで、あ、プリンさん、お、プリンさん、プリンさん、おはようございます。好きなプリンさんですね、ご一緒で久しぶりに再会でして、とても嬉しかったです。ありがとうございます。ゆっくり眠れたでしょうか。ジョーさんワークの後、私もがっつりと眠れて、昨日、深夜のスカイプトークで、皆さんたちと、シートタマさんとかね、リュウサイさんとかとずっと2時までお話ししてたんですけども、今日はちゃんと6時に起きて、すっきりとできております。まあ、二度寝がまんまできますね。はい、じゃあ、プリンさんへのカードは、
女神様カードとか。でも、こちら、ゴッテスカードですね。こちらからメッセージを送ります。ごめんなさい。ちょっともしかしたら、いろんな音が入るかもしれません。今、うちのマンション修繕工事をしていて、9階なんですけど、お兄さんたちが通って今、なんか、お外で何かやっております。はい。お兄さんたちの声が聞こえたら、イケメンたちなので許してください。はい、プリン。こちらのカードが来ます。え？なんか。アルテミス、なんかすごい勇ましいから、今、ゴッテスカード、女神様カードなのに、男の人とか思ってしまうぐらいの、感じでしたね。ガーディアン、守護、あなたやあなたの愛する人は安全で精神的に守られていますというメッセージです。守られているんだという自分に、自信を持ってしっかりとグランディングしながら、なんかね、ゆったりと、公園なんか散歩しながら、自然を感じながら、地球としっかりつながっているんだっていうことを感じながら、そして私は愛される存在である、自分自身も愛する存在であるということを確認してみてください。ありがとうございました。アルテミスからのメッセージでした。はい、それではちょっとチャットを確認させてください。サヨさんですね。サヨさん、コバさん、リマさん、オキさん、ブラックパニさん、皆さんおはようございます。今日は、浜名湖のゆっこさんが、お泊まりで東京にいらしているので、私がピッチピッチしたじゃないな、代理で、やっております。よろしくお願いします。はーい、それではさよさんですね。さよさんのお名前見ると、うちの母がさよこさんと呼んで、ママみたいな感じにいつも思ってます。藤子ちゃんも、吉田玉さんがいる、じゃあ、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。 KKY さん、ピーママさん、しずたまさん、 YS さん、エリさん、おひさん、彼女は私、コウホクさん、タヤさん、ショートさん、チコリンコさん、ブラックバニーさん、プリンさん、リマンさん、リマンさんもね、アトラジオさんお会いしました。藤子ちゃん、藤子ちゃんじゃない、藤子さん、シオシワスさん、レイナさん、おはようございます。今日はカノンちゃんがやってます。タヤさんですね。シオシワスさん、眠い、そうですね。でもちょっとね、気持ちいい朝なので、タヤさん、アセンデッドマスターカードで
行ってみようと思います。メッセージカードです。ありがとうございます。ありがとうございます。もしかして画面止まってます？私のカメラ止まってません。ん？大丈夫ですね。はい、手放すですね。なんかね、両手をこう広げてね、わー、今まで自分の中にあったもの、でももう古くなっていらなくなった感情、何かそういうのが、感謝を持ちながら、ありがとう、もう、その思いは自分には必要ないんだって、ありがとう。ね、手放すこと、してみてください。Let it go, 怖い。すごい綺麗なカード。いいですね。でした。はーい。ありがとうございます、チョコリコさん。朝にぴったりですか？もしかしたらテディさんはグーグー寝てらっしゃるかもしれませんが。もし、車中の方とかいらっしゃいましたら、気をつけてくださいね。眠くなっちゃったら危険ですのでね。っていうことでーす。はーい。コバさんですね。そう。よく、コバさんって言われる方もいらっしゃいますが、コバさんですね。ドクターコバみたいな感じになってしまうので。コバさんです。コバさんですね。はい、コバさんへのメッセージカード。アセンデッドマスターからいきまーす。なんかね、一人で喋ってるとね、あってもチャットで皆さんと、ごめんなさい。読むことは、読み上げることはできないのですが、チャットを確認しながら見させていただいております。LINE も見てますよ、LINE も。ほんと。はい、コバさんですね。じゃあ、コバさんへのメッセージカードいきます。ティーチャー。こちらのカード。お、これタイトルの人ですね。タイトルの人というのは。この箱が、アセンデッドマスターカードの箱があるんですけど、箱の人ですね。人っていうのか、アセンデッドマスターですね。ティーチャー、ピーチュー、ティーチャー。コバさん、ティーチャー？ティーチャー。はい。マハコハンラゴッチ。聖なる監督者だそうです。その教え子の中にはサンジェルマンも、サンジェルマン。セントジャーミンの先生なんですね。でも、
カードからコスモボイスさせていただきます。キリリキピニキリピニまあ、何か人に教えることとか、そういうことをやっていかれるのでしょうか。ずんと、あの体に力を据えて、ずんと腹をそばらせて、ずんと、人に物事を伝えていってください。という、ティーチャップカードでした。はい。ありがとうございます。参考になれば幸いですって。いちごさんね、最近多く気になすんで、最近いちごさんもお会いしたいですね。はい、それでは、リマさんですね。リマさんへのカード、あ、キリモテた。アセンデントカード。リマさんもアセンデントカードです。おぉ。ないのってさん、はじめまして、おはようございます。ようこそ。ありがとうございます。はい。リマさんへの、ね、はい。Right。リマさんへの体こちらです。トト、エジプトのトト、こちらのカク、ライト、カクというカードを切ります。じゃあこちらとつながってコスモボイスヒーリングさせていただきます。パーフォト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 The boss is cheaper than the chicken, cocoa, staff, or the star. That is the case, the star, the chicken, the carpa, la la, papa, papa, da, la la, papa, da, the carpa, da, 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 da. Anyway, 書くことによって表現することによって、書くことによってブログなんかとかでもそう、そこからいろんなことを発信していくようですね。それから書くことによって自分の内側も整理されていくようです。なんかあ、なんかだわとか思ったらなんかだわって、思ったらぜひ書き留めたりとかしてまとめてみる。そして何か皆さんに伝えるということをしてみてください。ありがとうございます。はい、それではと、ニヒマさんのおひさんですね。おひさんは豆とカードからいきます。受け付けてます。大丈夫です。9時ぐらいまでの受付でさせていただこうと思います。ではおひさん、
音楽で夢へ近づくというカードです。まずこちらのカードからメッセージさせていただきます。呼吸とリズムみたいな、あとタイミング、そんな感じなので、やっぱり休み休み、動いたら休む、動いたら休む、もう自分の心から出てくる言葉とか、なんか自分の発したいもの、それを、伝えたら、また自分に戻って、しっかり自分の内側に、なんか、リズムですね。なんか月の周期のようなリズムを感じて、行動したら休憩。行動したら休憩。そんな、リズム。を取ってみてください。カードでした。ありがとうございます。はい、それではエリさんですね。おはようございます。エリさんは大天使カードを書きました。エリさんへのメッセージカードを、こちらもライティングなので書くということですね。想像力で書くという、あれは大天使ガブリエルからのカードです。大天使ガブリエルとのメッセージです。 Keep it together to find keep it another capability to see visibility because it's hard to put it in now. The defeat in the past is closer or not. The visibility is good or wrong, the good of the matter is that the cost of the cost is up. But in the case of that team, that is a good context too. で、電子が増えるからのメッセージです。想像力で書く。やっぱり何かぼーっとしてる時とか、いい浮かんだこと、あ、こんなこと、へーみたいな、こんなことを思いついちゃったってことを、何か書き留める、なんかそんなノートを作ったらいいですね。一個そういう自分の思いつきノートをぜひ作って、どのジャンルでもいいですね。何のことでも思いついたこと書いていくと、何日かして、1ヶ月ぐらいして、見直すと、おぉっていう、あ、こんなこと書いたのか、じゃあこれやってみようかなっていうことにつながっていくかもしれません。よかったら、大事に違うリーズでやってみてください。ありがとうございました。では、ブラックバニーさん、おはようございます。ブラックバニーさんね、マスターケッツさんが東京にいらっしゃるそうなんですが、お会いできないのが残念です。あと、私も11月にマスターゲートさんのね、11
11月11とか12とかだったかな、日曜月曜とかで東京にいらっしゃるので、その時に、皆さんとお会いできる方いらっしゃるかなと思いますけども、その他にも九州にも行きます。九州11月の16から16から20までかな、九州福岡じゃない、博多の方で、韓国の方のツアーなので、東京からいろんなとこ、ゆこさんとかもね、いっぱいいますけども、そのツアーに参加します。もし、まだね、募集しておりますので、よかったら、マスターゲートさん、スピリチュアル TV の方からも、1個の画面のところからも、スピリチュアル TV のとこからも、マスターゲートさんのご案内が出てるとこありますので、よかったら、はい、お、一回準備しようも、その11月16日から、九州に行くんですけども、その前の日11月15日実はカノンさんの誕生日です。いきなり宣伝してますが、その11月15日リマさんもね同じ日が誕生日なんですけどね、その前の14日はテディさんの誕生日なんですね。で、11月15日に、六本木のサテンドールというところでライブをします。私は、コスモボイスヒーリングもやりながら、ジャズ歌手でもありながら、ボイストレーナー、普通のボイストレーナーをやったり、ちょっとそういうヒーリングで今のボイス、コスモボイスみたいな、ボイスヒーリングもしたりとか、声に関していろいろやってます。よかったら、この日は、元山泉さんという、私と同じ年ぐらいの方と一緒に、二人で、ツーボーカルでやります。あと他に、ウコンシゲルさんというテナーサックスと、出口誠さんというピアニスト、山口雄三さん、ベース、八代国吉さんというドラム、この方たち、すごい方たちで、なんだろうな、アスカというね、船があるんですけども、世界一周とかのそういう豪華客船の、そういう船に乗って、お客様に演奏をするという、すごいミュージシャンの人たちです。ミュージシャンの人たち。ミュージシャンたち、その方たちと一緒に、バースデーライブをさせていただきます。こちら、私の方に言っていただけたら、予約で、10% の飲食代金 10% 引きのチケットをプレゼントさせていただきます。チケットが2800円になります。このすごいメンバーではこういいと思います。いいと思います。で、3ステージあります。3回通してで2800円になってます。1ステージ目が19時10分から、セカンドセットが20時50分から、サードセットが22時20分からになってます。3セットとも全部違うことをやっていきますので、お酒を飲みながら、こちら、六本木サテンドールはとてもお料理とかの美味しいお店でございます。どっかで食べてからいらっしゃるんじゃなくても、ここのお店で、十分美味しいものを召し上がれると思います。富田カノンで検索していただけますと、私のホームページですとか、Facebook とか、Mixi とか出てくると思います。よかったら、ご覧になってください。本当にね、素敵なライブで、素敵なライブハウスです。もう、ジャズ界ですごい老舗のお店ですので、よかったら、いらしてください。このジャズを歌いながらも、コスモボイスヒーリングを乗せていこうと思ってます。キャップしながらね、ちょっと、この言葉なりを入れていこうかと思ってますので、よかったらお越しくださいませ。という宣伝を入れつつ、ブラックマリーさん、ありがとうございます。ぜひね、
今、もう一個、すでに、コスモボイスヒーリングのスカイプセッションや対面ヒーリングをさせていただいてます。11月はその誕生日ということで、5000円で、1時間5000円でやらせていただいております。スカイプセッションも、でも同じですね。ちゃんと、このように、今、スカイプを通してテディさんと中継していただいて、放送させていただいてますけども、スカイプを通してでもできますので、よかったら。あと、大田区の方にあります、私のところに来ていただけますと、足踏み、足踏みマッサージというか、足踏みヒーリングを、プレゼントさせていただきます。その1時間の中に入るんですけども、その足、この間、センさんっていう、小さなとかね、山本千春さんという方の、セッション、チャネリングセッションを受けてきたんですけども、それで、なんか、足で、クライアントさんの体を踏みたい衝動にいっぱい駆られるんですけど、それは、いいんでしょうかみたいにお聞きして、そしたら、なんかちゃんとできてるんでしょうかって、僕、ピンポイントで行くらしいんですね。その、足の裏で、私の足の裏でクライアントさんを背中なりとかね、いろいろ踏んでいくんだそうですけど、ちゃんと、ヒーリングできていて、どんな効果があるんですかって聞いたら、血行を良くしたり、アンチエイジングがあるそうです。若返るそうですよ。ぜひ私に踏まれたい方、東京の大田区の方までお越しいただければと思います。踏むんですけど、うちの母とかにやって、踏むの、やだ踏むのなんてとか言いながらね、でも練習台だからやってとか言って、背中を動かしてもらったら、すごい気持ちいいとか、なんかまた踏んでとか言っていただきました。韓国行った時にもゆっこさんのことを踏んだりとかして、ゆっこさん踏んじゃいましたね。気持ちよかったっていう風に、それでゆっこさんが、じゃあセンさんに聞いてみればって言っていただいたんでね、聞いてみたら、若返り効果あるそうです。このコスモボイスもその音を使ったことで、ヒーリングはもちろんのこと、あと何かダウンロードする、その人に合ったものの何かエネルギーチャージをしたりとか、ダウンロードする、あとは封印解除とかもできるそうです。それとトラウマとかの解消とか、そういうのにも優しく、肌から入って解除していくことができるそうです。もしよかったら、この11月までの機会に、お気軽に受けていただいて、そしてまたなんか自分のタイミングで、あ、また受けたいなと思ったら、受けていただければと思います。よかったらよろしくお願いします。涙かのんで検索していただけると出てくると思います。よろしくお願いします。はい、では、次の方お待たせしました。次の方は、ブラックバニーさん、やったな。ブラックバニーさんやったっけ？ごめんなさい。ちょっとチャットに書いていただくと。ブラックバニーさんやりますか？わかんなくなっちゃった。ブラックバニーさんやりましたっけ？はい、ブラックバニーさん、ありがとうございます。じゃあ、ブラックバニーさんからいきます。ブラックバニーさんは、デスカードですね。じゃあ、ブラックバニーさんにカード。なんか、はい、こちらのカードです。イルカがいるのでマーメイドカードを引いてるのかと思っちゃった。こちらですね。そうだ、11月のその福岡にはイルカさんたちがいるからです。
黄金のチャンス。ビエマーニャ。今つい、イルカ君のモノマネをしようとしました。おやみとか。はい、じゃあこちらのカードと繋がって、すごい美意識的なところが出てきますね。There to bar down with our carpet and water turning from the floor with the book of the day. There are bubbles sitting beside they can laugh. Laugh. Hey.ウェマーニャから黄金のチャンス、とても重要な扉が今開かれています。扉を通り抜けてくださいということです。もう扉開かれてるんですね。開かれてるそうです。あとはタイミングを見ながら波に乗りながらポンって前に出ちゃってください。あ、ぜひお会いできるの楽しみにしております。よろしくお願いします。さあ、9時もありましたね。ここで、じゃあカード受付は終了させていただこうと思います。では、ちょっと待ってください。はい、それではブラックバニーさんの席ですね。ブラックバニーさん、KKY さん、はい、KKY さん、KKY さん、先列もらったカードからいきます。ツインフレーム。こちらのカードです。エインガスという先日もらったこちらのメッセージします。 This is about the divine temple They come out and ready Come over to sing it Get out of誰か、KKY さんに、ツインフレーム、一緒にお仕事したりとか、一緒に行動をするような、素敵な人が現れるんでしょうか。別に同性異性とかではなくて、一緒に進む人が現れるかもしれません。心を開き、前向きになり、ガイドたちに従って、自分の思うように従って行動してみてくださいというカードでした。ありがとうございました。やっぱりなカードでした。ブラックバニーさん、ありがとうございます。はい、それでは。1233さんですね。13さんもアセンデントマスターカードにいきます。はい、こちら。パラマハンサのガナナ。ケアを選ぶですね。ケアを選んでください。ガナナさんのカード、ご紹介させていただきます。
なんか横の広がりを、感じてみてくださいという。ゆっくり自分の時間、やっぱり自分の時間を作りながら、自分の感覚、自分の体の感覚、そして外の感覚とかを、感じてみてください。それを自分の中に入れるのではなく、ただそこにいるということを感じるような時間を作ってください。平和を。平和をやんでください。カードですね。心の真実に耳を傾けてください。そんなメッセージもあります。1日3歳のカードでした。はい。はーい。ふじこちゃんですね。ふじこちゃん。ふじこさんはね、近くにお住まいになってるので、たまにね、玉川の土手で二人で、したりとかしてね、何時間でも過ごしちゃったりとかしてね、昼からなんか楽しい時間過ごしたりとかしてね、やっていただいてます。藤子さんも、今ティーニーメソッドから藤子メソッドに、変わっていろんなことをやってらっしゃると思う。一緒に藤子さんともワークをしたいなと思ってます。よろしくお願いします。藤子さん、ゴッチスカード持ってます。ゴッチスカードからいきます。女神様からね、藤子さんへのカード。イスター。こちらのカード。かっこいい。ね、なんですか。かっこいい。ね、なんで。かっこいい。ね。では、イスターとつながって、コスモ、つながって、コスモボイスヒーリングさせていただきます。さんとかやってらっしゃると、ねえねえねえ、どうなんですか、どうなんですかとかね、ちょっと依存なさる方もいらっしゃると思います。それはそれみたいな、なんかちゃんと境界線を作って、ミーティング終わったら自分の時間にしっかり戻る、そこでの、終わったら終わりました、そしてまた自分に戻るという、あれってあれでよかったんだっけみたいな、あとを引かないというメッセージだそうです。力強い方ですからね、今後も楽しみにしてます。ふじこさんとね、朝一緒にやろうねなんてね、朝一緒にお昼とかでもね、できたらそこのスピリチュアル TV できたらいいねなんてお話もしてますので、またご連絡お待ちしております。はーい、ふじこさんでした。それでは、ふじこさんの次はしずたまさん。しずたまさんはじゃあ自分でよろしくお願いします。はい、しずたまさん。何カード？こっちに悩むか。すいません。しずたまさんへのカードは、大天使カードからいきます。
やだ。さまさまはご自分でどうぞとか。出てきたので、じゃあお伝えしましょう。ザドキエル。ティーチング。ティーチング&ラーニング。というカードです。はい。では、ザドキエルからのメッセージポイントいきます。Make a コスモボイスって私が意図して歌うのではなく、つながって歌うので、声を出すまでどんな声が出るかがわからないものなんですね。意図してやるとそれは、まあ、エゴちゃんにもつながるので、まあ、これの場合はコスモボイスの場合は出たところの声になります。なのでしずたまさん、今の声は私初めてでした。もう何ヶ月か、何年までかな、何ヶ月かコスモボイスというものをさせていただきま、させていただいてますけど、さすがしずたまさん、面白い。たまさん、はい、初めての声を出させていただきました。Teaching and Learning、教える方、学ぶ方、心を開いて新しいアイデアを取り入れましょう。そして学んだことを周りの人にも伝えるのです。ぜひ学ぶ機会を作ってください。学ぶ機会でね、でもなんか自分にきっといいんだ、心から許せば、止めるものなく学びに行けると思います。習いに行けると思います。自分が何か手放して、ぜひ学んで、そしてまた良いことを私たちに教えてください。よろしくお願いします。はい。という感じ。しずたまさんへでした。あ、ピーママさん、バトンタッチしてくださったんです。ありがとうございます。では、七色ピーさんへのカードは、トロフィー&マンメッカード。自分の願いって何だろう、自分は何をしたいんだろう、自分は何をしたら自分は喜ぶんだ、そんなことをまとめていくのもいいかと思います。メーカーウィッシュ、願いをしてみてください。はーい、それではキツトマさん、ナナイロプッペさん、ベティさんですね。ね、シズトマさん初めて聞いたでしょ、私も。でも面白い、面白いです。しずたまさんね、何でも鑑定団とかで火曜日とか出てらっしゃ
ございます。よかったら、はい、いろんな宿題出してくださったんですかね。大変私もお世話になっております。よろしくお願いします。ではベティさんへのカードはガッテスカード。気持ちよさそうに羽ばたいてます。オーニャオーニャのオーニャさんとオーニャさん、信じている力の飛躍、こちらとつながってこれ、ボイスヒーリングさせていただきます。うわーばどうぞやりたい方へ羽ばたいてください。興味持った方へどんどん進んでください。自分が決めたこと、自分が決めたこと、自分が信じて、あ、これがいいと思ったこと、どうぞやり進めてみてください。ありがとうございました。はい、ひなここさんひなここにもおはようございます。ひなここさん、びっくりしたおはようございます。ひなここさん、また遊びに行きます。ひなここさん、九州行きましょうね九州行きますよ。こっちとなってるんだ。はい、ではひなここさんもはドルフィニアンとマーメイドカードいきます。ではひなここさん、イルカちゃんがいます。私初めて引くカード。こちらですね。専門家に聞くというカードですって。もっと情報が必要です。必要な分野に詳しい人と連絡を取りましょう。どなたですかね。ひなここさんは新宿御苑で、サロンを開いていらして美学、をやっていらっしゃいます。いろんなヒーリングを惜しみなくしてくれながら顔にね、いっぱい針打ってくださいます。彼女も何回かお邪魔してまして、おかげさまでプリプリでございますぜひひなここさんのね、サロンで針を打ってもらってください。になります。本当にね、打ち終わった後1時間ぐらいのコースをいただくんですけども、あ、いろんなコースあるのかな、やり終わったってね、自分の肌を触るのが楽しいです。あ、プルンプルンみたいにね、あ、こんなにプルンプルンになるのに落としちゃったのね、ごめんなさいねって自分にも思ったりするんだけど、あ、でもプルプルに戻ってよかったねとかね、ひなここさんありがとうございます。また、行きますので、よろしくお願いいたします。専門家に聞く、ドルフィン&マーメイドのカードから、ご紹介させていただきます。うーん、なんでくれたくちる。Father, be good, and die, ding, and the Father, ding, and the other day. He gives us a ticket, and la, la, la. Come, la, la, la. Why, they got up. Now, on the day. Oh.ひなここさん、いろんなお勉強していらっしゃいますね。
ぜひ、自分がこれだと思ったこと、もっときっと、その中でね、いっぱい、あ、どうなんだろうっていうようなことが出てくると思います。その時は、専門家の人、上の方とかね、なんか、上の方とか、うん、何か、あ、この人だって、パッとひらめくと思います。そんな方にちょっと連絡して、より、ひなここワールドを深めていっていただけたらと思います。ありがとうございました。あ、そっか、こっちじゃなくてね、そう、あ、もう一個の方に書いてくださってるんですね。ごめんなさい。チェックができていませんが、ピーママさんありがとうございます。はい、どこ行った？とかおっしゃってますか？ひなここさん、あ、ブラックバレーさんやりましたね。で、ここまでかな？どなたか抜けてらっしゃる方いますか？もう大丈夫でしょうか。じゃあ、録画でご覧になってる方に、クスモボイスヒーリングを、何個からいいのかな、ご覧になっていただいた方ありがとうございます。じゃあ、最後に。今日ご覧になっていただいている方、今日じゃなくてもこの録画をご覧になっていただいている方に向けてのメッセージカードを、はい、飛びました。ウリエルさん来ました。You know what to do. はい、こちらカード来てます。ウリエルさんとつながって、このボイスヘリングさせていただきます。うちに宿る気持ちを信頼して手遅れないように行動しましょう。ね、今日は、クリアリングのカードも多かったですし、自分の内側から発信していきましょうというカードとても多かったと思います。思った時に書く。思った時に行動する。思った時に一歩前に扉を開いてみる。ね、なんかそんな行動しましょうみたいなカードでした。ぜひ参考になれば幸いです。はい、これで皆さん大丈夫でしたでしょうか？大丈夫かな？抜けている方いらっしゃったらおっしゃってください。もう一回じゃあ最後に宣伝ですね。11月15日に、六本木サッテンドールでジャズライブします。このジャズライブ中にも、コスモボイスヒーリングを混ぜていこうと思ってます。素晴らしいミュージシャンたちと一緒です。ボーカルに本山泉さん、ツインで、二人でボーカルハモったりとかしながらね、歌います。一人でもやってらっしゃる、方なんですけども、仲良しなので一緒にやろうかって、やらせていただいてます。それからサックスに宇川茂さん、ピアノが出口誠さん、ピアノ、ベースが山口雄三さん、それからドラムが八代邦芳さん、本当に、日本中また大きい船に乗って世界中で活躍してらっしゃるミュージシャンたちと一緒にやらせていただきます。六本木サテンドール六本木 4-11-5 六本木ビルアネックス4階、電話番号が03の
3401-3080、こちらになっております。3ステージあって、1ステージ目が19時10分からです。で、チケットが2800円になっております。チャージ、ミュージックチャージとテーブルチャージ入ってます。それと、ご飲食をしていただけるスペースになっておりますので、美味しいお料理です。ぜひ、楽しい夜と、音楽と、お酒と、いただいてくださったらいいなと思います。こちら、私に予約をしていただけますと、チケット2800円で、ご飲食代が 10% オフになります。ので、一緒に、楽しい夜を過ごしませんかという朝からのご案内でした。11月15日、私のお誕生日です。誕生日バースデーライブになります。よかったらお越しくださいませ。ということで、今日の今日の朝のスピリチュアルTVはこの辺までにさせていただきます。たくさんコメントありがとうございました。読むという余裕がまだ私にはないので、ちょっとゆっくりもう一回読み返させていただこうと思います。また今日一日、金曜日ですね。素敵な金曜日と、そして素敵な週末をお過ごしくださいませ。今日はどうもありがとうございました。またお会いできます。日を楽しみにしています。水曜日、火曜日とか何でも鑑定欄で、またこういうことさせていただいたりしますので、ぜひ、ご覧になってください。そして、自分でもスカイプでやったりとか、ヒーリングしております。とみっちゃかなんで検索していただけると出てきます。そしてこちらスピリチュアル TV は皆様の、応援の気持ちを募集しております。こちら下の方とか、Amazon でお買い物とかね、何かするとき、下の方から行っていただくと 3% の寄付になります。ヘビーさんも、それでいろんなとこね、行ったりとか、できます。そして私たちにいろんな情報を運んできてくれます。そちらの方への募金もよろしくお願いします。それでは、今日はありがとうございました。長々とありがとうございました。お楽しみ様でした。またお会いしましょう。はい、チェリーさん、ありがとうございました。ありがとうございます。すぐ聞かないんです。ごめんなさい。ちょっと、よいしょ。また穴から出てきました。よかった。目にしてたんじゃないですね。癒されてました。癒されて、半分、夢の世界に行ってました。はい、ということで、音楽をかけて終わりたいと思います。音楽はこれだ。 Happy to you